ビリケンクッキング、今日は田舎から送ってきたお豆さんで五目煮豆を作ろうと思います。材料の方は大豆、これ、水煮になってます。大根、こんにゃく、人参、ごぼうを使って炊こうと思います。はい、材料の方は、お豆さんぐらいの大きさにすべて切っていきます。材料の方がお豆さんと同じぐらいの大きさにすべて切れましたんで、これを炊いていこうと思います。お豆さんが美味しく炊き上がりました。こんな感じです。